オ TV。 まあとりあえずこのビッグ1回分のコインでどうなるかだね。ただ昨日一昨日回数上がってなくてね、で朝いきなりハイの来ましたんで、ちょっと期待しちゃうよね。つながっててくれといいんだけどね。よし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 、60ゲームいいんじゃねえかな。いやオッケーオッケー。そう、こういう台を打ってこうぜって話だからね。要はだからまあ系列の三つ星、祖師ヶ谷店、それから自由が丘のマグマ、まあ、この2店舗にだから共通して言えるのは、その主要なとこ、もうこの際ハイスペック系とかも含めですけどっていうとこにね、割とね躊躇なくね6を使うんですよね。だからまあジャグラーなんか特にですけど、ジャグラーであとまあだから絆かのあたり、だからもう6出ないっていう感じでいいと思うんだよね。まあ、分かんないですよ、その場所が変わればね、配分の仕方も変わったりするんで一概では言えないですけど、ただやっぱそのグループ10というところで意外とね、そういう特徴って流用が効いたりすることもありますんで、まずはちょっと目標高くね。よくね、花々とかジャグラー打つとき、この回数上がってる日の前の台、前の挙動、例えば右の台とか昨日一昨日が44の27なわけだよね。でそういう台ってじゃあどういう台の次の日にそうなるのかと、そしたらね前日が8の5ってなってるんだよね。勘もなく不可もなくみたいな。だからこういう分かりやすい上げ狙いみたいなのがいいのかっていうと、一概にそうとも言えないっていうことなのかな。ただね、それが割とドンピシャハマるような傾向のお店もたまにあったりしますんでね、2日間出てなかったらもうね、3日目結構な勢いで個性点が入るとかね。だから一応ね注意して見といた方がいいですよ、出た日の前の日。ただこれが場所とかを軸にその配分してるお店だと全く通用しなかったりっていうことにもなるんで、一概には言えないんだけど、逆に回数で配分してくるお店もう普通にたくさんありますんで、うん、一応見といた方がやっぱいいと思う。ギリギリ残り14枚、242ゲームね。トータルで317ゲームで1の2、また分かんなくなったな。一応242はまりましたんで、できれば早いやつ。ただまあこの負けでまたもうちょっと回さなきゃいけなくなりましたんでね、まあ飲まれてもまあ追加投資なんですけど、いい台は飲まれないっていう、ね、法則にちょっと当てはまってくれるといいんだけど、ね、残り14枚とかっていうところでこう当たってくれちゃったりとかすると、何かこう、ね、運命的なものを感じるというか、よくあるんでね、ここで当たらなかったらやめようと思ったら当たって
そこからこう綺麗な右肩上がりで終わってみればね、大満足みたいな。だからそこで当たんなかったらやめてるわけだからね。その一発が当ってくれたおかげでっていうね、ことがまあジャグラーとかハナハナとかってよくありますんで。53、期待通り。土俵際強い。これで370ゲームで2の2で合算でいうと93分の1だからね。脈割りか、脈割りは脈割りだよな。ね、ギリギリのとこで化けが引っかかってそのコインでビッグ。何かいかにもここから始まりそうな、ね、流れなんだけど、大体言ってること当たるから、うん、僕もジャグラー長いんでね、大体わかりますよ。でこれビッグだからね、完璧完璧っす。ここでちょっと楽になった。よしよし。いやでもまあまあ滑り出し的には上々ね。完璧だよこれ。ここはどっちでもいいね。これズバリ掴みましたね。早くも優勝宣言。384ゲームで3の3、合算64分の1。ちょっとでもできすぎかな、こんなね初めて来たお店で。いやまあ6打数5安打で100ゲーム以内なんでね。ちょっとこの流れをもうちょっと引っ張らせてもらって、まあ投手も6000だしね、これこの流れで1000枚ぐらいのとこまで持っていければもう概ね大丈夫なんじゃないかと思うんですけどね。さっき200ゲームハマった時とはもう今状況が違いますんでね。600ゲームで3の3、でもまあまあまだ合算で100分の1ぐらいなんで、ここは前向きに我慢。だいぶなんかこう波の荒い感じになってきたね。まあ、今260、これで7ゲームなんですけど、まあまあハマりっていうほどじゃないんだけど、でもまあまあちょいハマりかレンチャンかみたいな。でもこう打つたびに思うけど、やっぱもしね仮にこれがいい台なのとしたら、やっぱこの、うん、流れって大事だなと思うよね。これじゃあこの今の270、今ここ、ね、5ゲームとかそんな感じですけど、
これが最初に来てたら当然ね、次の台行ってるわけだからね。でも勝つ時とか、まあ出る時ってそれがやっぱ最初に来ないわけじゃないですか。だからもう永遠のテーマだけど、その立ち上がりね、いい台がいい台っぽくね、当たってくれるかどうかっていうね。だからもう半分以上そこで決まるんじゃないかと思うんだよね。だっていい台せっかく打っても反応しなかったらそれはね、次行っちゃうもんね。だからいい台座った時にいい台なりの挙動を立ち上がりでねしてくれるかどうか、まあ、それはまあいい台であればあるほどそれなりの挙動にそれはなりやすくなるはずなんですけど、ただまあまあ本当ね、そこの辺の、まあ、月不月っていうのかな、ね、でそこでやっぱ月のない日だとそれでいい台捨てますんで、ね、それは結果ついてこないでっていうことになっちゃうんでね。よしよしよし、343、まあいいでしょう。これでとりあえずあまり抜けましたんで、この後